そろそろシーズンが始まる。高いですね、スキーは。金があったら行きたいですけど、丸沼高原がおすすめですけど、丸沼高原のゴンドラがおすすめですけど、神楽コース。金があったらいいです。また西武に帰るの？疲れたら僕は明日行けなくなるから休もお須高山っていうと埼玉と群馬の間ある中津川ですよ。中津川まで三峰口から、そうそう、三国峠の近くです。めっちゃ遠いね、これ。この辺で鷹がいっぱい。御嶽山行ったことないな。スキー場がある。御嶽224。富岡製糸場か。下仁田。この間下仁田通って行きましたけどね。高崎。安中市。石川町横浜スタジアムか。逆にこれ先月都内で開かれた上越州の研究会には東北などからの僧侶たちが集まりました。
シグマ二乗とする分差は直接的にわからない。標準的標準偏差ダウンロード中心傾向なかなかね難しい。オブジェクトはなんとかモジュール定義されて変数はしメソッドです。コンピューターサイエンスね難しいな。そうだもうこれ切ろう。私は騙されない。僕は騙されましたけどね。コロッと騙されますけど、僕は。さあ、これをちょっとカード化しましょう。資料をちょっと。細かくしてフリートークに役立てるっていう。フリートークもね疲れるから、また今日もフリートークやめたんです。疲れる。こう小さくしておくとフリートークにいいです。あ、鉄棒この時間にはサルボクリラート。やっぱあの朝市、被災地じゃないですけど朝市で行くのがいいけどね、焼けるんですよね。日光に当たると焼けるから嫌だ。まあ、だからマスクしたりするんですけど、ちゃんと綺麗に散らすとか。刺激性下剤。CA ニクラスチャンネル。まあ僕は図書館を選ばなかった人間ですからね。悲しいなぁ。図書館に通うっていう人生はあったんですけど、山に負けてしまった。大自然に負けてしまった。首を切り替えてきましたよ。
ESD、EMC、対策部品、TLP。自転車の後ろにつくライトを買いたいなって。あれがあると、テールランプみたいに、早く車に発見されて、車の心の準備ができるんですよね、抜くときの。だからできるだけ遠くから自転車を発見できたら、こう、避けれるんです。だから逆に、あれですね、急に出てこられたりすると困るっていう。僕も急に出ないようにしないといけないな。子供、僕も歩道通ってるといつ子供が出てくるかね、ひやひやしてるんですよ。ちゃんと強烈なテールランプをつけておかないと。安全のためにね、キャットアイさんとかね、わざわざ引く人にね。トラックもね、三菱マテリアルだからね、うちの三菱地所と同会社だから仲間ですから、自動車だから、まあ、トラックの運転手さんもね、三菱マテリアルと三菱地所のね兄弟関係だから、あまり引かないでほしいです。三菱グループトラックの運転手さん、三菱グループかな。はい、できたよ、ほら。はい、どうも。あ、どうもどうも。あ、赤だしだ、僕の好きな。はい、あ、どうもどうも。あ、ご飯少なめでお願いします。はよ寝ないと明日動けないと。あ、道が勉強になるんですけど、飽きたらやめますけど、飽きたらまた勉強に移るかも。勉強じゃない、これも勉強なんだ。飽きたらまた本の勉強に来るかもしれないんで、どうぞ。今ちょっと実物を見る勉強してるんです。実物を見る科学技術研究、サイエンステクノロジー、サイエンスと科学技術、ジオサイエンスもあって、まあ天文で、天文学って言っても結局星の研究ですからね。星を見るっていうことは地球を見るに等しいと僕は思うんです。だから地球の勉強する。スキーでもなんか地形を見るって言ってますけど、フィットネスの人が。フリースタイルフィットネスが。いろんな地形を見るって言ってます。ジオサイエンスだと。うん、天ぷらが美味しい。全般的に。会社の社長様、お仕事お願いします。お仕事。天ぷら大変なんよ、家でするの。うん。お店で食べたら高いでしょ、ものすごく。高い高い。見たことないけど。天野ぐらいしか。僕展示会で一回ね、本物のラグビーの東芝の人見たよ、展示会で。でかい、すごい足が太い。体がでかい。ユニフォーム着てたから、すごいかっこよかった。誰かわからん、まだ。東芝の人。
おるおる東芝の人。でもでかいって言ったら僕の高校の三原くんとか同級生のラグビー部の三原くんとかめっちゃでかかった。まだでかそうだ、うん、僕あの僕三原くんとかね、うん、山岸くんとかでかかったけどね、うん、僕東京に来て北園に入って1年の時同じクラスの三原くんとかすごい、うん、中学にはいないぐらいでかかったからね、うん、最初びっくりしたよでも性格はおっとりしてるからね、うん、優しい人。あの東邦大学の物理理学部の物理学科に行ってすごいね、うん、ラグビーと。その後バイオ系の会社に移ったらしいけど、うん、三原山ヤマハ知らないけど、板橋なんて言っても新日鉄があったからね。新日鉄があったの？板橋新日鉄があるの、うん、だからもうラグビー盛ん新日鉄かまし、うん、光も新日鉄あるからラグビーがあるんだよ。スポーツは盛んだよね。光子久永君とか入ってた。僕も下に行ったらメガネかけてなかったらやってたかもしれない。もしかしたら、うん、コンタクトしても落ちるからもう無理なの、うん、レーシックすればいい。そこまでしてやりたいと思う。ただ憧れはあるけど、うん、もうちょっとこれ作ってもよかったね、この赤らしは。うん、あ、これない？あるよ。今日もあんまり食べなかった。食べれんじゃん、このようなやつね。食べんようにしてる、うん、太るから。いや、痩せるために行ってるの、僕大体、うん、80キロ超えたから。実はあんまり家帰って食べたりしてんの、うん、フィットネスのために自転車やってる部分もあるよ。なかなか痩せんから。すぐ80キロになる。イカとかが美味しかった？うん、嬉しい。エビだ、いい。エビだ。はい。うん。あ、肉とかない？肉とかないのよ。今日あんた買い物行かなかったんよ、私。もうちょっとね、半分だけ頑張らなきゃ。お芋があって お芋とかも食べなきゃいけないよ、うん、肉とかばっかりじゃなくて。東海大学東海大って小田急のところにあってね、鶴巻温泉とか東海大学前とか。しかしこの人スイーターなんだってね。スイーターなんだってね、大阪の。いや、スイーター高校かとか。スイーター出身だってな。遠い中、スイーター。反対が近い。反対に行かずに、京大に来たんじゃない？うん、頭に行かずに。頭に行かずに。勉強すごいできて。北野高校とか行ってたの。あの辺、重曹があるから武田が。すごい綺麗な武田の影響は。アフガニスタンで何者かに蹂躙され、ペシャワール会の現地代表マスクさんが亡くなっている。これね、今日午後、福岡市内の会場で営まれた家族とペシャワール会による合同葬では、中村さんの棺にアフガニスタンの国旗が掲げられ、これまでの活動に感謝の意が示されました。特別式には
全国から1500人の分ばっかりいっぱい食べたらそんなに良くない。中村さんと最後の別れをご飯食べなさいよ。ご飯ちょっとついてあげようか、うん、ね、ご飯いいわ、もうお腹いっぱいになるから。テレビで。だから夫の刑を軽くしてください。お願いしますと述べました。こんなん言ってほしくないのに何と言うんかな、これテレビで。言うことがないけど。はい、今のはお願いします。14年ぶりに西武ライオンズに復帰した松坂大輔。プロ入り後、3年連続最多勝を受賞。この人の人生をみんなにそんな報道で広めることはないんだよ。それしか言うことないもん。もう無法地帯でも日本は都合のいいやつしか逮捕せんないんだもん、警察は。もう終わったもん、人事終わったもん。おなじみのポーズでお腹の上で貝を割ったりじゃれ合っているのは2頭のラッコです。北海道根室市の那覇国崎に先月末から姿を現しました。1頭は体が若干小さく親子と見られています。2頭のラッコを見つけた人によりますと、モサップに先では冬の時ラッコが姿を見せることは、ラッコって寒いところにおるんやろ。親子連れで現れることは珍しいということです。生徒の自殺未遂は教師の医学的な指導が原因だったと認定しました。先生もやってられるの。それが神戸市東長瀬の六甲アイランド高校の男子生徒が校舎の5階から飛び降り大怪我をしました。先生も何も言えんね、ほんとね。うん、怖いよ。教師が生徒に退学処分をほのめかしていたと認定しました。また長時間に及ぶ指導の最中、男子生徒は弁明の余地もなくいじめを認めるよう迫られたことで精神的に追い詰められ飛び降りを図ったと結論を受けました。かわいそう、かわいそうだね。大阪府せっかく予防会大阪病院によりますと、今年10月末期の肺がんで入院していた70歳の女性患者がモルヒネを投与しました。僕もね、末期のがんになったらもう自殺するわ。もう看護師がモルヒネを投与して疑いの濃厚を誤って疑いました。警察はモルヒネの過剰投与と女性の死亡の関係を疑っています。モルヒネなんか打つことやつが震えるよ。もう歌うだろう。COP25 の会議場で行われた。もうすぐ現状ですよね。気候変動の現状に危機感を示し、温暖化対策を改めて訴えました。鍵をかけてくれ、ね、こんなやつ持ち上げたらもうバチが当たるよ、もう。そんなことあんま考えんのにね。いや、考える人いるよ。あ、ごちそうさまでした。